デスパラの歌と、ゆずと、シャドクロ。今日は企画っていう企画じゃない、ないです。ちょっとお話だけなんですけど、この前一回僕ら、島袋のストーカーの件で話させていただいたんですけど、それに近い内容で、ちょっと今日は島袋からお話があるそうです。単刀直入に申し上げますと、家に何者かが侵入者、そして何点か物を取られたっていうことなんですけれども、まあ、実際にまあ、警察の方にも来ていただいて、ちょっと見てもらったりと、いろいろと調査していただいてるんですけれども、まあ、警察の方と話してたら、まあ、おそらくその家は、の動画を上げたことが、もしかしたら、まあ、少なからずとも関連してる可能性はありますよね、と。まあ、事実、こうやって誰かに入られてしまってる以上は、まあ、本当に、なんて言うんですかね、まあ、許せないということもありますし、まあ、今見てる方で、もしその人が見ていたら、今後一切そういうことをやめていただきたいっていう動画なんですけど、もし今後もそういうことありましたら、もう、まあ、法的処置を取らせていただこうっていうことなんで、やめるなら今の間ですよっていう。総額いくらやっけ ?1200 万ぐらい。パクられてます。そうですね。壺とかなんか部屋から今日じいちゃんが帰ってきてバーって見とったらまず壺がなくなってると壺なんか誰が取んやろなって思いをしながらこいつが成人式着るやつだと袴もパクられてますそうですね紋付けなくなってましたねあと振袖とかその他もろもろ何点かなくなってるんですけどもまあこういうことが多いようであればまあもう徹底的に調べて突き止めに行こうとは思ってるんですけどもでその取るやつもすごいな防犯カメラについてんのにさそうなんですよ僕んち動画見てくれてる方は分かると思うんですけど防犯カメラが実際についてるんですよねなんで、まあ、そっから見てっていう手もできますしその防犯カメラじゃないとこから侵入されてたってことだろうファンに分からんってことっていうことはそうですね資格分かってるかってことか資格分かってるって誰やろな俺らやめてくれや防犯カメラ何個かつけてるんですけど1200万って相当やでな、うん、でも1200万のものがあるお前の家もすごいけど、うん、でもそれはじいちゃんと今日喋ってたんですけどやっぱ楽して買ったものじゃなくてやっぱじいちゃんたちもやっぱそのね汗水を流しながら一生懸命稼いだお金で、まあ、袴とかも買ったりとかその壺も買ったりとかしててやっぱしじいちゃん自身も悲しい思いもしてますから今後やっぱその身内とかにも迷惑をかけられないっていうのもありますしご報告の動画ですねだから島袋の家の紹介の動画出してからちょっと頻繁に多くなったんで、うんこれからもしこの動画を見てる人の中で犯人がいるならこそっとでもいいんで撮ったものを島袋の家の前に返すでもいいんで何百万の壺パクられてだから一応その島袋の家のちょっと細かいとこ映ってる動画は一応僕たちの中非公開に、はい、今日からさせていただきます今日からします申し訳ありません、はい、島袋の家の紹介とか結構55万再生とかいってるんでそこの動画は今日から非公開になります申し訳ありませんけれどもね、まあ、中にはやっぱ何回か見たいという方もいらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、こういうことがあってしまった以上今後もその動画を公開し続けるっていうことはちょっと難しくなりました申し訳ありません犯人もし見てるならやめてくださいだいぶ動いてるんでね警察結構何日か立ち続けで来ていただいて調査してもらったりとかしてるんでもう本格的に動いたらもう時間の問題だと思うんですけどということで、はい、今日の動画はこういうちょっとシビアな雰囲気の動画です、はい、でしたけど忠告です今日はやめてください以上また明日から普通の動画あげますはいバイバイ